するる学問である地球科学と天文学をつなぐ学問であると言えるが、天文学が中学校、高等学校においては、地学分野に、大学では、物理学の一分野として位置づけられているのに対し、惑星科学は、中学、高校、大学のいずれでも、地学イコール地球科学の一分野とされている。それは、惑星科学が、 地球科学の多惑星への応用という一面を持っているからである。なお、惑星科学のうち特に物理学的手法を用いるものを惑星物理学と呼ぶ。今日の惑星科学で最も重要な研究テーマは、太陽系の成り立ちをすべて解き明かすことである。太陽系形成の理論としては、18世紀にイマヌエル・カントとピエール・シモン・ラプラスによって、 カントラプラスの星雲説が発表されている。その後、1970年代になって、京都大学の林中志郎を中心とするグループと、ハーバード大学のアルキャメロンを中心とするグループが、星雲説同様のガス円盤から太陽系が形成されたとする理論を提案した。林グループやキャメロングループの理論が、星雲説と異なる。 は、両理論が現代物理学に基づいて構築された、点にある。今日では、林理論を受け継いだものが最も有力な太陽系、形成論となっており、日本の研究者がリードしている。林中志郎の文化生は、天文学、宇宙物理学の分野に進んだ者が多いが、林の弟子の一人、中沢清は、惑星科学の分野に進み、死の林が切り開いた。 太陽系形成論の研究に従事している。ありがとうございます。